こんにちは、大崎純也です、今回、とある場所に来てます。皆さんご存知かもしれませんが、はい、秋田東店のきくら美容室に来てます。前回、黒木選手が髪を切ったんですけど、それを見て、ある選手も、僕も安田さんにぜひ髪を切ってほしいという、選手がね、いたんで、その選手を連れてきました。で、今回も2回目の出演となります。安田さん、カリスマ美容師の安田です。はい、今回も、よろしくお願いします。お願いします。大丈夫ですか？ちょっと硬くないですか？めっちゃ硬いです。緊張ドキドキワクワクです。ワクワクです、今回もよろしくお願いします。お願いします。はい、っていう感じでね、もうそろそろ来るんで、来たらちょっと選手を紹介したいと思います。皆さんお楽しみに。ゲストは姫野選手です。よろしくお願いします。前黒木選手が海の似合う男にしてくれっていうことだったんですけど、はい、姫野選手はどういった、テーマというかね、そういうのを持って来られたのかなっていうのを、はい、聞きたいなと。やっぱり富山ちょっと雨多いんで、はい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 、やっぱこう透明傘さして、はいはい、傘越しに見てかっこいい男になるなるほど、癖が強い。姫野もクソ強い。クソ強い。すいません、緊張してます。はい、クソが。はい、短めで OK。 カラーはいいの？姫はカラーもいいですか？いいよ。うん、はい、じゃあビフォーアクターをお楽しみということで、はい、途中経過です。カメラ回ったけど、カメラ回ると緊張するな。姫野選手はどうですか？富山は。富山は、はい、楽しいっすよ。いいとこですか？はい、なんかちょっと田舎な感じがちょっと大分に似てて、地元に。ああ、住みやすいっす。なんかどっか行ったりしました？雪の大谷。はいはいはい。やっぱせっかく来たんで。はいはいはい。行きました。どうでした？よかったです。めちゃくちゃ迫力があって。なるほど、すごいです。俺もね、なんか15年しかいないから、結構行ってないとことかが多いんで、はい、またちょっと安田さん、はい、教えてもらっていいですかね、いろいろと。もちろん。はい、はい、僕30年いるんで、富山。もうベテランですよ。富山一人で30年、1回も行ったとこない。あー、さすがカリスマですね。カリスマです。カリスマですか？はい、結構切ったんじゃない？切った、うん、こっから、完成を。お楽しみください。お楽しみください。今噛んでないですけど大丈夫？おい、緊張してる？緊張してる。緊張したにふ自分で仕掛けて やるタイプやから。なんて？ん？調子いいね。今日もちょっと絶好調です。そしたら今日ちょっとシルバーっぽくしたいんで、このアルミノさんの息で染めていきます。はーい、お願いします。お願いします。じゃあカラーですね、これから。はい、お願いします。お願いします。されました。そしたら姫野選手をこのアルミノのワックスで仕上げていきたいと思います。最終段階です。はい、はい、だいぶ変わりましたね。いい感じで。ちょっと姫野選手、はい、ちょっと待ってください。これだけちょっとだいぶ変わりましたよ。めちゃくちゃいい感じになりました。いやー、いつもワックスとか。はい、ワックスもジェルも。あ、ジェルいいと思います。サッカーの時でもほぼ J です。ああ、マキロさんってやる時もあるし。あ、本当？確かにちょっと固まってるか。はい、いいじゃない。ありがとうございます。いいじゃない。おお、いいですか？どうですか？はい、じゃあそれではどうですか？完成しました。雨の日の傘の似合う男っす。はい、はい、無事完成しました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。安田さん、みんな大好ききくら美容室、はい、ぜひ来てください。それではきくらからお届けしました。バイバーイ。バイバーイ。